生まれはロシア、出身は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。はい、今回はちょっとね、いろいろ調べてきたことがありまして。何でしょうか。日本人のイメージ調査を周りのロシア人にしてみました。まあ、ちょっと私たちいろいろね、日本人はこうかな、ロシア人と比べてみたいな話することあるんやけども、まあ、やっぱり私たちは日本で育っているロシア人ということで、私たちには見えないところとか、まあ、私たちが思ってるのと実際ギャップがある可能性があると思って、日本にいるロシア人の方、私たちが知ってるロシア人の方に、日本に来て感じたこと、日本人ってこうだよねみたいなところをアンケートで取ってみて、はい、私たちはもう大体多分ね、いろいろ衝撃を受けてきたかもしれないけど、もう忘れていってるから忘れちゃうよね。そうだからまあ、日本にまあここ数年で来たロシア人の方に実際の声をちょっと聞いてみたので、うん、まあ、それをね、一つ一つちょっとまとめてみたので、それを発表したいと思います。日本人はこう見られているっていうところで、まず一つ、はい、日本人ティッシュペーパー使いすぎ。めっちゃ使うよね。うん、めっちゃ使う。自分もでも、もうなんか日本に慣れちゃったから、ティッシュペーパーとか5箱とか10箱とかブワーって家に置いてあって、うん、絶対必ず使う。もうちょっとしたことで使う。うちもやっぱおばあちゃんが来た時、お父さんがさ、なんかちょっとパッとこぼしたりしたらさ、ティッシュペーパーをシャ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 って取ってピャピャピャってやるから、パカッて言って、おばあちゃん怒ってたわ。こんなん一枚やったらな、こうやって拭けるし、やったらこのティッシュなんかな、何やってるからこうやったらな、こうやってるよ。質もいいんかな、日本のやつはすごく。いや、質いいと薄くって、やっぱロシアのさ、ティッシュってなんか言ってもちぎ紙みたいなさ、硬いやつやねん。高級品やねんな、ティッシュっていうのが。アスファルトがないところがない。だって神社とか行ってもさ、なんか自然を楽しもうと思ってもさ、山のなんか奥まで入っていってもさ、アスファルトでなんか階段ができてたりとかさ、道ができてたりするやんか。しかも綺麗なのよ。すっごい田舎のほんまに山の奥の奥とか車でドライブしても、これ1ヶ月に1人しか通らへんのじゃんっていうような道でもアスファルトかな。ていうか、ロシアはね、やっぱり広すぎて整備が追いつかないわけよ。日本はロシアと比べたらよ、24分の1の国土にロシアとほとんど同じぐらいの人が住んでるから、なんかあったらもうちょっとでもアスファルトが壊れたらすぐ修正するやん。でもロシアはもう穴だらけ。マンホールの上とか歩くの禁止やねん。あ、子供に教えられんねん。そうそう、うちも教えてもらった。マンホールを踏んだら、うん、お母さんともう離れ離れになっちゃうよみたいな。その理由は逃げてまうことはあるからね。めっちゃ怖くない？整備が進んでなくて。笑ったのはロシアで車乗ってるやんか、でカーナビがピン、まもなく道に穴があります。でも広いね、道は、うん、車は例えば8車線があるとか、うん、日本めちゃめちゃ狭いね。運転技術すごすぎっていうのを言う人が、あ、すごい、こんな怖いとこ行くの、え、こんな狭いね、り対向車線来たね。なにそれ、それ行くよね、みたいな。ドラムいないね。野良犬ないね。確かに日本にいないね。ロシアだけじゃないんだけど、海外って野良犬めちゃめちゃ多いやんか、うん、空港とかにもな、飛行機着陸して走っとったら、うん、空港の中にも野良犬おるわ。パルマちゃん、パルマパルマがいっぱいいるみたいな。日本寒すぎ。寒い、なんかずっと寒いって言ってるよね、うん、ロシアの場合はもう建物ごと壁の中にパイプが通ってて、お湯がね流れてて、それでも建物ごとあったかいのと、うん、寒いのは寒いけど、これ北海道とかの人も言うらしいねんけど、実生活で寒さを感じることはあんまりないっていうか、対策がやっぱちゃんとしてるから。それにつながって、女子高生の冬の格好、夏すぎって書いてる。いや、もう夏すぎって本当にそれある雪降ってんのに、うん、下なんかこんな短いスカートで生足で歩いてるやんか、うん、なんでってなるもん。それに伴ってマラソン大会とか、それの練習とかで毎朝半袖半ズボンで走らんとか、あんなありえへんよね。ほんで自分らは半袖半ズボンやのにさ、パッて見たら先生はさ、ボコボコしてんの。先生も半袖半ズボンなんや。あった、先生もやでよな。壁が薄すぎ。いや、これ本当に家狭い。あるよね、うん、今の家はもうマジでラッキーなことに、多分ちゃんとコンクリートかなんかで多分建ってるから、うん、そのあんま聞こえないんだけど、今までね、いろんなとこ住んできてめっちゃ聞こえんだよね、うん、で、うるさいとさ、ゴンゴンゴンっつって叩いてくるやんか、うん、カップル同士どうやってやってんの、聞いたことない？あるあるある。ある？うん、ほらもうあるやんか。だからなんかさ、女の一つもできない世の中。喧嘩かっこ口論がなさすぎ。確かに、でも外であんまりそういうの見ないよね。うん、もう大体なんか細かいことで、
って言ってるのは気味かけるだいぶで、そうたまにこうバックであの殴られてる人そうクレーってやられたりとか喧嘩してるのすごい見る。あと車の運転、車の中で言ったらええやんか、わざわざ窓開けて何とろとろやとんにゃーめーみたいな、早く行くかーみたいな、そう言うなよ。たまになんていうの、みんなイライラしてるやんか。ロシアでは極道とかめちゃめちゃ広いんだけど詰まるねん、めっちゃ車渋滞になんない、6時間渋滞とか、でもみんなピリピリイライラなわけよ。だからたまに車とか止めてこうお互いに出てきて、うんってこうお互いにめっちゃ喧嘩しました。俺はロシアで感動したのが本当に中指を立てる人がいる。なんかさ、コーラ、ちょっと待って、ちょっとって言われた時に歩いてる人がやってる。なんか見んかった方が勝ちっていうのもあるから、でも見んとこうやっていくっていうのも怖い。やってんのもやってる。終わらせるために大事にしてる中指を。中指見せただけでこんなに喧嘩がね大きくなるんだみたいな。そう。電車の揺れが大きい。これね、うちのおじさんが日本に来た時に初めて、もうね、おじさんが電車乗るたんびに、これ大丈夫なの？大丈夫なの？この揺れ、この揺れ大丈夫なの？なんでなんだ？ビビビってて、なんか電車がね、軽いのか分かんないけど、すごい揺れやすい。なんか捕まってないといけないんです。ロシアではあんまり多分捕まらなくても、でもなんかそのそんなにめっちゃ揺れない。イラッとしてることは分かる。その要は重い感じなんやな、ロシアの電車って。みたいな、日本のはなんかみたいな音するやん。分からねえ、なんかそういう音するやん。ヒュッ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 みたいな。そう、そういう込みですっごい軽いんかな。あともう一つ考えられるのは線路の幅。やっぱあれ広い方が揺れにくいやん。新幹線って広いよな、すごく。だから揺れにくかったりするんだけど、幅が狭いんかもな、もしかしたら。そう、なんかでも東京の電車は幅狭いと思った。全部一緒やろそれ。大阪でもね広めやねん。あ、そうな。あとドアの左右の出口のところがめちゃめちゃ広い。だからさ、大阪のさ電車さ、ドアが開いたその先にもう一つドアあるやんか、東京って。肝やねんホームドアが大阪。これやねん。これがどっちかというとメインになってて、その紐が衝撃だよね。日本のドアは紐。いやでもあれ、あれ何のための効果あるんだか分からない。関西との違い動画やな、ちょっとこれ。すいません、ロシアはもうそんな紐ありません。紐ないけど、なんか思ったよりもうるさい。日本人は物静かなイメージがあったから、多分日本人がロシア人に対してあんまりこうワイ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 せえへんイメージ持ってるやんか。冷たいみたいな。ロシア人も日本人同じようなイメージやん。一番わかりやすいのは日本の天皇陛下おりやん。天皇陛下みたいなイメージやねん。その穏やかで、おしとやかで、それがやっぱり意外と街が、あ、確かに、そう、確かに。あれを見るとすごい衝撃感が。あの人ってそんな笑うんや、なんかおもろい話するんや。でも分かるわ、めっちゃ飛びてるじゃない。だってほら、ロシア行った時、日本人って冗談とか言わへんやろって言われて、あ、冗談が通じないみたいな。そう、冗談とかないんやろって。あ、確かに確かに。まあ、次すごく重要なポイントです。スーツリーマンが多いスカート。これ私が書きました。スーツの人多いやん。おいおい、ロシアあまりないよな。てかスーツとか寒いやろうし、外国人のスーツは悪くないけど、なんか日本人のスーツのが好き。近所のおばちゃんがイチャモンもつけてこない。つけてこない。マンションのこの入り口の扉の前に2つ絶対ベンチあるね。もうほとんどどのマンションで出ると必ず2人か3人か座ってんな。座ってんねん、ばあちゃんめちゃくちゃで、ばあちゃん、じいちゃんが座ってん、ばあちゃんが座ってばあちゃんが座ってめちゃくちゃ喋るわけよ。そのばあちゃんたちはそのマンションの全ての人の全ての情報を把握して、マンションというかその地域というか団地みたいになって、その辺のことを誰よりも全部知ってる。あそこの部屋のあそこの兄ちゃんがいつ何曜日に女を連れてるから、何を食ってどこで買ってどこで生活してる、全て分かる。出ていく時におるやん、絶対なんか言ってくるね。あとあれどこ行くの、今日これの予定やったん違うの。予定まで予定してない。だから分かってんね。ロシアのメディアとかよりもババアの方が情報がマスコミやで、ほんまにもう全部知ってんねん。そうね、これ重要な情報あったで、思ったより小さくない。それお前の彼氏の話やろってね。ド
なったか知りませんけど、あんまり大きくないイメージは確かに持たれてると思う。だからまあそれが、あ、思ったよりは別に小さくなかったっていう感じ。こいつそれ体操良かったですね。良かったですね。どっちかっていうと関西っぽいんかな。コリアン外国人実は関西の方が合うっていう人、うんうんうん、多分関西の方がロシア人っぽい感じだと思うわ。まあまたね、なんか今後アンケートをやってみようかなと思うけども、この他ね聞いてみたいこととかね、なんかあったらね、我々の外国人網に聞いてみることは可能なので、ぜひコメントをしてみていただければと思います。はい、本日はありがとうございました。